こんばんは、ゆっくりホームズだ。ごきげんよう、ゆっくりワトソンよ。ねえホームズ、マスコミの報道の仕方って問題があると思わない？例えばどんなことだ？事件事故が起きた時に被害者まで執拗に問い詰めるし、芸能人のゴシップを聞きつけたらストーカーのようにまとわりつくし、偏向報道で人を惑わすし、悪影響が大きいと思うのよ。それは同感だな。確かにマスコミの報道は行き過ぎてしまうところがあるよな。マスコミの過熱報道が要因で、悲惨な結果を招いてしまった事件だってあるんだぜ。え？なんて事件？それはパイシャオイェン誘拐殺人事件だ。この事件の被害者は、漫画原作者の梶原一騎さんの娘ということもあり、日本でも大きな話題になったぜ。かなり有名な方だよね。ただ、どんな漫画を描いた方なのか思い出せないわ。明日のジョーや巨人の星、タイガーマスクなどがあるぜ。すごい、有名漫画ばかりじゃない。梶原さんはスポコンもののジャンルを確立した人物だからな。そんな日本漫画界の偉人の娘さんにどんな悲劇が訪れたというの？よし、それではまずはどんな事件だったのか、パイシャオイェン誘拐殺人事件の概要から解説していこう。この事件は、1997年4月に台湾で起きた、台湾史上最大の誘拐事件と呼ばれる凄惨な事件なんだ。史上最大って、そんなにひどかったの？ああ、あまりの残虐さから検索してはいけない事件とまで言われているぜ。心して聞くわ。事件の被害者はパイシャオイェンという、当時17歳の少女だ。父親はさっき話した通り、日本の漫画原作者である梶原一騎さん。母親は台湾で歌手として人気だったパイピンピンさんだ。両親とも有名人なのね。そうだ。だが事件当時両親は離婚しており、パイシャオイェンさんはパイピンピンさんに育てられていた。事件を知った時は梶原さんもショックだったろうね。いや、梶原さんは事件前の1987年に病気でお亡くなりになっているんだ。じゃあ事件について知る由はないわね。パイシャオイェンさんは、パイピンピンさんと共にバラエティ番組に出演するなど、芸能活動も行っていた。ということは顔は知られていたのね。そうだ。しかしパイピンピンさんは普通に育てたい願望から、送迎の車を用意したり、ボディーガードをつけるようなことはしなかった。それが結果的に犯行グループにパイシャオイェンさんを誘拐させる隙を与えてしまった。そのため、少なからずパイピンピンさんにも批判の声が集まったぜ。悪いのはあくまで犯人だからね。あまり自分を責めないでほしいわ。誘拐後、犯人たちは身代金を要求するが受け渡しは失敗に終わる。そしてパイシャオイェンさんは無残な虐待の末、命を奪われた。犯人逮捕に至るまでも、逃亡時に犯人らに携わった一般人が犠牲になったり、警察との銃撃戦などに発展したりしてるぜ。どうやらただの誘拐事件で収まってないようね。ここまでが事件の概要だ。ではいよいよ事件の詳細について解説していくぜ。事件が起きたのは1997年4月14日。パイシャオイェンさんは台北市に所在する私立聖後高級中学への通学途中に、犯人グループに拉致され、車に押し込まれて誘拐されることになる。誰かが送っていれば、悔やまれる。あれ？けど中学ってパイシャオイェンさんは17歳じゃないの？台湾の学校では高級中学は高校に当たるんだぜ。文化の違いね。アジトに連行後、犯行グループはパイシャオイェンさんの左胸を露出させ写真を撮影し、さらに彼女の小指を切り落とした。想像しただけで痛い。あまりの痛さに泣き叫んだパイシャオイェンさんを、犯行グループは暴行を加えて黙らせた。そしてパイピンピンさんの元に、パイシャオイェンさんの半裸の写真と切断された小指を送りつけ、500万ドルの身代金を要求したんだ。私だったらそっと押しちゃうね。ちなみに500万ドルって言うと日本円でいくら？当時の日本円にして5億円にもなるぜ。高すぎ。有名人とはいえそんなに用意できるのかしら？パイピンピンさんはすぐさま警察に通報した上で、いいねの500万ドルを用意した。警察はチーム0414特別案件を結成し、万全の用意を施したぜ。身代金の受け渡しがうまくいくことを願うばかりね。残念だがそれは叶わなかった。犯人グループは身代金受け渡しを4月18日と4月19日に指定したが、その場所に犯人は現れなかったんだ。そんな、どうして？警察のミス？いや、警察の捜査に抜けはなかった。ただこの凄惨な誘拐劇をマスコミが嗅ぎつけ、身代金受け渡しの場所にマスコミが集まってしまったんだ。そんな状態で現れたら逮捕されるに決まってるじゃん。犯人が現れないのは当然よ。現金が手に入れば解放されると聞いていたパイシャオイェンさんは、受け渡し失敗を聞いてその場で泣き崩れたようだ。当たり前よ。そんなの絶望のどん底じゃない。お願いだから解放してあげて。犯人たちはそんなパイシャオイェンさんを見て同情するどころか、受け渡し失敗に激怒した。さらなる暴力を加えながら強姦し、パイシャオイェンさんは息を引き取ったぜ。そんな、なんて無慈悲なの。最終的に遺体の手足を、
角材に縛り付けた上、重しをつけてドブ川に遺棄した。4月28日、パイシャオエンさんの遺体は発見されたが、あまりにも激しい暴力により、遺体は豚の死骸と勘違いされるほど、ひどいありさまになっていたようだ。あまり詳しく聞きたくないけど、触りだけ教えて。切断した指の根には針金が巻かれ、腹部内に 500cc の内出血が確認された。両手両足の爪は剥がされ、髪の毛はむしり取られ、首にはロープで締められた跡が見られた。歯も上下ほとんど抜かれ、両耳は爆竹を詰められ爆破。さらに眼球を。ごめん、聞いているだけで耐えられない。もうそのあたりにして。そうだな、ベテランの検視官ですら。こんなにむごい遺体を見たことがないとコメントを残しているほどだ。葬儀の時には、カツラとお面をかぶせられたくらいだぜ。許せない。絶対犯人を逮捕して。その後の4月23日、犯人グループは、パイシャオエンさんが生きているように見せかけ、二度目の身代金の受け渡しを指定してきた。だが、ここでもマスコミが集まってしまい、失敗に終わっているんだ。ちょっとマスコミいい加減にして、なんでこんなに邪魔ばかりするの？日本では誘拐事件において、犯人を刺激しないように、報道協定というものが存在するが、台湾はこの時は情報協定というものは、存在していなかったんだ。だからって妨害しすぎだよ。身代金の受け渡しに失敗はしたが、警察は犯人たちのアジトを見つけ出し、4月25日に突入したところ、そこには犯人グループの7人がいた。お願いだから捕まえてちょうだい。この時に暴行に関わっていた4人が逮捕されるが、主犯格の3人、リン・チュン・シオン、チェン・ジン・シン、ガオ・テエンミンを取り逃してしまうんだ。そしてこれが新たな事件を引き起こしてしまうことになる。まだ悲劇は続くの。台湾国内では3人に大規模な指名手配を行い、当時の中華民国総統、李登輝氏は、3人を発見次第、問答無用で銃を使用していいと、命令を発したんだ。日本では絶対出せない命令ね。国総出での捜査だけど逃げ切れるかしら？ 3 人は逃げるどころか、6月6日に、今度は台北県議員を誘拐し500万ドルを強奪。8月8日にも、金属会社の経営者を誘拐して身代金を受け取っているぜ。なんて大胆なの。その時の被害者は無事だったの？この時は警察には連絡せずに身代金の取引に応じたため、被害者の命は無事だった。よかった。唯一の救いね。そして8月19日、台北市内で、3人の主犯格と警官800人との銃撃戦が発生する。警官2名が死傷することになったが、リンも6カ所に銃弾を受けて自害しているぜ。残り2名のその後は？ 10 月23日、残る2人は台北市の整形外科病院で、顔を強引に整形させた後、医師夫妻と女性看護師3人の命を奪っている。どれだけの人の命を奪えば気が済むの？ 11 月17日、顔は、警官隊に包囲され、再び銃撃戦を繰り広げた後、自害している。主犯2人は自ら命を落としているのね。残り1人は？最後に残ったチェンは、11月18日に、南アフリカ大使館に立てこもったが、裁判にて弁護を受けることを条件に投稿し、逮捕となったぜ。それで犯人への判決は？主犯のチェン・ジン・シンに対して、遺族への賠償命令として、台湾史上最高額の、1億7130万台湾元が言い渡された。これは当時のレートで約6億3000万円だ。そして1999年10月6日に、チェンの極刑が執行されたぜ。当然の報いね。同情の余地なしよ。一番の悪はもちろん犯人たちだけど、マスコミの報道もだいぶ問題あったよね。そうだな。一部の報道機関では、遺体の写真を修正を加えずに、そのまま記事として掲載したとこもあるくらいだ。モラルっていう概念がないのかしら？これらの報道は市民から反感を買い、台湾中でマスコミに対する抗議デモが行われたぜ。これで反省してなかったら本当にマスゴミよ。母親のパイピンピンさんは？一番辛い思いをしてるはずよね。母親のパイピンピンさんは事件後に式、縁よ、空へ、同国を乗り越えてを出版した。さらに、パイシャオエン文教基金会を設立し、法律制定のための運動と、死刑存続運動を続けているぜ。今は世界中で死刑制度が、廃止の方向に向かいつつあるもんね。けどこんな悲惨な事件を聞くと、必要だと思っちゃうわ。以上、パイシャオエン誘拐殺害事件について解説したぜ。本当に凄惨すぎる事件だったわ。けど、パイシャオエンさんの誘拐事件は、身代金を渡したら無事に帰ってきたかもしれないもんね。身代金の受け渡しを、二度も邪魔したマスコミも許せないわ。そうだよな。日本のマスコミもそうだが、視聴率や利益に向かって走りすぎて、ブレーキが効かなくなってしまうことが、問題だと思うぜ。報道の自由があるからといって、何をしたって言い訳じゃないよね。その通りだ。
個人の人権やプライバシーとのバランスをもっと重視するべきだぜ。ましてやパイシャオイェン誘拐殺害事件の場合、人の命がかかっていたんだからな。おっと、そろそろ締めに入っていかないとな。そうね、すっかり時間が経ってしまっていたわね。ということで、次回もまた聞きに来てね。